エンゼルスから FA となった大谷翔平の移籍先の有力候補に上がるのがドジャースだ。そして名門の編成トップを担う責任者がアンドリュー・フリードマン編成本部長46。大谷翔平獲得のキーマンだ。フリードマンがレイズからドジャースに引き抜かれ、2014年10月に入団してからチームは一度もプレーオフを逃していない上昇軍団になった。だが金で選手を集めるやり方とは完全に一線を画す。フリードマンを長年取材する記者の一人は、彼は賭けに出るタイプではないし、非常識なことはしない、少し臆病なのかもしれない、エンゼルスとは違うと印象を語った。長期契約をあまり好まず、シーガーやターナーら球団でスターとなった選手も他球団に流出させている。それは今のドジャースの編成を見てもわかる。チームの一番の稼ぎ頭ベッツとは2021年22年総額3億6500万ドル、約550億円とメジャー史上2位の契約を結んだが、その他の大型契約はフリーマンの6年1億6200万ドル、約245億円ぐらい。この2つの契約でさえ、球界ではお買い得だと見られている。以前、フリードマンは、再建のために FA 市場に行かなければいけないのなら、それは健全なビジネスモデルではないと話していた。FA 市場のマネーゲームを避け、マイナー組織を充実させ、データ部門の人数を増やして拡充させながら戦力を整えてきた。ある記者は、彼はウォールストリート出身で、投資銀行からレイズに入った。それも影響していると思うと話した。特にレイズは小さなマーケットで予算は限られる。お金がかからずに優秀な人材を集めることが求められる。ただ、今回の大谷翔平の FA に関しては史上最大と言われる5億ドル、約750億円が想定されている。フリードマンがどの程度まで金額で争うのか？大谷翔平の場合、獲得すれば、スポンサーなどから球団に入ってくるお金も多く、フリードマンはその辺を抜かりなく計算していると言われる。今オフ、マーケティングのプロを他社から引き抜き、グローバルパートナーシップ担当本部長に据えた。テキサス州ヒューストン出身、父は弁護士でアストロズと関係が深く、毎日のようにアストロズの球場に通っていたという。自身も学生時代、野球選手だった。ウォールストリートに行ったのも、メジャーに行く人脈作りという話もある。そんな、根っからの野球好きが、スーパースターの大谷翔平をどう口説き落とすのか、お金の側面より、入ってからの入念なビジョンに時間を費やしそうだ。大谷翔平、来季はシーガーと一緒にレンジャーズでプレーするのか。エンゼルスからフリーエージェントになっている大谷翔平投手29に関して、ドジャース最有力という報道が少なくない。米大リーグ公式サイトによれば、スポーツ報道サイトのジアスレチック、デモトレッツ GM のジム・ボーデン氏が12日、日本時間13日、MLB ネットワークラジオで、勝利が全てを決めるということは、プロセス全体を通して非常に明白。それは大金の問題ではない。それはワールドシリーズの舞台で最も多くの確率でチャンスが訪れるということだ、として、今年世界一になったレンジャーズの名前を挙げた。サンフランシスコクロニクルが先週、たとえ最終契約が5億ドル、約750億円を超えたとしても、支払う用意がある、と力強い獲得に乗り出すと報じたことでマネー合戦の様相がより鮮明になってきた一方、ボーデン氏は、ジャイアンツは2023年に79勝83敗で、チームが勝率5割を割ったのは過去7年間で6回目と低迷しているチームへの移籍にクエスチョンマークをつけた。11年連続ポストシーズン進出のドジャースが最有力候補と広く見られているが、ボーデン氏は、ドジャースやマリナーズと並んでレンジャーズが彼を獲得する最良のチャンスを持っていると信じている、とボーデン氏は語った。もし、今年初のワールドチャンピオンに輝いたレンジャーズ入りとなれば MVP 最終候補のライバルであるシーガー、セミエンに加え、ポストシーズン大活躍のガルシアという強烈な打線となるのだが、